海府川海洋町は徳島県の南部に位置する町である。古い時代には海運が盛んな地域だった。豊富な森林資源と強力な海運力が古い時代のこの地域の繁栄をもたらした。川の水力や風と海流と人力という燃料なしの航海術で遠距離への出荷が可能になっていたのであり、特産だった木材も刀剣も近代以前は 海運なしには成立しない。海府地区、芝居石から出土した三世紀の県外た、地域産土器の数は県内最多。調査面積も少なく推測の意見を出ないが、この三世紀の時期に徳島、高知ルートとして海上ルートが開発されたと考えられる。弥生時代終わり頃から古墳時代初め頃の土器は徳島、香川、高知、岡山、関西。 大里古墳は、県南最大の横穴式縁墳。県指定史跡。935年、土佐日記成立。これによって、木面行きが、阿波南部を船で帰郷したことがわかる。帰港地には、諸説ある。江戸期前藩に、土佐藩主産金交代の港として使われ、江戸期を通じて、藩の重要な港だった東洋町関納浦港が当てられることが多い。 1290年代、加賀の大常時回帰家戸賀氏の遠足という海府の軍事によって相当集中高の祖といわれる経済上近が吉田の白万寺に招かれた。1300年代後半、7万88枚の古戦が大里に埋蔵された。資料に見える中世海府史について、このように中世海府史は文献上ではまず京都に登場してその名を知られる。 中世阿波と細川氏の関係は深い。旧海南朝、若松の三崎神社に、県最古の金、影響の古章が奉納されていた。名文、阿修天群、郡、細野村三崎御法然章なり影響4年11月吉日岩守へいた四百4 4 5年、東大寺伝来資料、兵庫北間入船農町によれば、海部船籍の船の兵庫への入港数は、四国一、 全体で見ても10位である。兵庫北間入船農町というのは、東大寺の荘園であった兵庫北間において、文案2年1年間に、チェックされた入船の貨物状況を記録した帳簿である。林家達三郎が発見した。中世の関税大帳としては、同種資料が、ドイツハンザ同盟都市に一点残存しているのみという、極めて稀有の文献。被災内容は、 入選月日、戦績所在地、貨物名。数量、積線額、納入月日、選手名、問い丸名。千葉県、桜、国立歴史民族博物館では、その貴重性のため、兵庫北下入選農町の複製が展示されている。入港船数15席以上の四国の港湾以上のように、中世アワカイブの海運は四国一なのである。 前校の通り、1445年当時は、海洋町から神戸まで、盛んに船が往来していた。積み荷は木材である。このような遠いところから京都まで、木材のような大きなものを運んだのは、日本では、室町中期まで植林が行われず、浪費するばかりで木がなくなってしまったことによる。南北朝の動乱で、京都、機内金国は、 戦場と貸し森林資源の浪費に拍車をかけた。京都五山の造営が始まった頃には、機内の森林は切り尽くされ、溶剤は遠隔地の山奥へと求められた。しかし大木があるだけでは切り出しても運べない。海に近いか、いかだ流しができる大河川の流域沿いであることが必須である。その結果、東山道の実の火だと南海道の淡土砂が選ばれた。 兵庫北間入船農町によれば、由良の木材もだの資料で、阿波方面の物資を扱っていたことが分かっているので、阿波山である。室町中期の阿波は、年間2万8000石以上の木材を、機内地方に搬出していた。そして、海府と四宿位、つまり限界洋庁だけで、1445年、兵庫北間通過の阿波山木材の約半数になるのである。だが、 南国の木材は成長が早いために木質が荒く、沈重されたのは木素材だった。室町時代頃から海譜市の生産省令によって天刀が生産された。海譜上主によって作られた海譜刀も現存する。戦国時代に長我壁元地下の侵攻により天城が落ちてからは衰退した。だが、 慶長19年の大阪冬の陣で、蜂須賀いる陣神家が、開封刀を使い活躍して、徳川栄康と徳川秀忠より感情を歌詞されたこともあり、江戸時代は徳島藩主八塚氏に保護され、投稿、敷地一族は徳島城下に移って幕末まで担当した。著名なものは、三好町慶所時の刀修式作。1575年。 長蘇壁元地下が陸路に侵入し、瓦原を使っていた県内三条のうちの一つ、海婦城が落城した。城主が民族の火星のため佐野きに出生中で、戦力不在のため無欠海城だった。木材の集散や海路の監視所として、海婦川川口の城山は古くから重要拠点だった。城山はかつては周囲を海婦川が巡り、海に臨む島だった。 戦後に埋め立て造成が進んだ。ここに城が築かれたのは、いつなのか、諸説あっても、根拠の提示はなされていない。戦時中は、城山山六に大規模な大比号を構築。城山山山上には、陸軍の監視所が設置され、監視委員のための防空号が構築された。それらの作業は、浅川以南の拡張村から奉仕隊が交代で、出動し、 延べ人人員は1万人を数えた。町内には、麦線、朝東線が通っている。中心となる駅は、阿波海南駅であり、すべての普通列車が停車する。町内にある駅は次の通り、高速バス停留所高速道路なし。地域高規格道路は町内を通過していないが、阿南秋自動車道の計画があり、町内には、浅川インターチェンジが、浅川付近に、 海府インターチェンジがタラ付近に、四宿井インターチェンジが久保付近にそれぞれ設置される予定である。一般国道県道道の駅、ありがとうございます。